宮沢賢治が残した童話はおよそ100編。多くは死後に発表されたものです。これらの作品の中には、賢治が生涯大切にし続けた法華経の思想が流れています。賢治が28歳の時出版した生前唯一の童話集、注文の多い料理店。その序文に賢治は次のように童話を書く動機を綴っています。私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たないでも、きれいに透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。これらの私のお話は、みんな林や野原や鉄道線路やらで虹や月明かりからもらってきたのです。ですから、これらの中にはあなたのためになるところもあるでしょうし、ただそれっきりのところもあるでしょうが、私にはその見分けがよくつきません。何のことだかわけのわからないところもあるでしょうが、そんなところは私にもまたわけがわからないのです。けれども、私はこれらの小さな物語の幾切れかがおしまい、あなたの透き通った本当の食べ物になることをどんなに願うかわかりません。大正12年12月20日、宮沢賢治。私たちが氷砂糖というものをこう十分に持たなくてもというところに、彼の意義としての持つこと、地位があること、あるいは財を持っていること、それではない、例えば朝日がこう昇ってくる時のこの空の色、あるいは通り過ぎていく風のこの香りだったり、そういうものの中に本当の幸せというものがありはしませんかというメッセージがそこにこう込められているような、がんじがらめの自分たちがさまざまな名誉欲や、あるいは報い地位欲や、そういうもので日常が送られてくる、そういった自情自爆のものが一度に解き放されて、そして本当の食べ物というものを賢治さんがメッセージとして私たちに差し出してくださっていると思った時に、賢治の願いというものはやはり童話に託されている。序文に記した願いのもと、童話集注文の多い料理店には賢治が選んだ9編の作品が収められています。その最初に出てくる童話がどんぐりと山猫です。金田一郎という少年が森の争い事を収める裁判長の山猫に招かれて森の中に向かうと、数多くのどんぐりたちを前に山猫が困り果てていました。裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。いえいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日も判事さんがおっしゃったじゃないか。
ダメだいそんなこと。性の高いのだよ。性の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。もうみんなガヤ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 言って、何がなんだかまるで蜂の巣をつついたようで、わけがわからなくなりました。山猫が一郎にそっと申しました。この通りです。どうしたらいいでしょう。一郎は笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕、お説教で聞いたんです。どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。どんぐりの背比べなんていう言い方ありますけど、そういう私たちが卑近な例として身近にあるものを通して、我々がこのつい優劣を競ってしまう、あるいは自分の優勝性をどこに行った時にとんがってるとかでかいとか、まあとにかくそういう、こう目に見える形でのもので、優劣勝劣を競い合っているというところに一つこう、託して、私たちの人間世界をこう描写している、あるいはえぐり出してくる自己を、最も大切なものを俺が優れているという慢心のあるものがここでしっかりと見据えられていく、あるいはくじかれていく。大事なことは愚者である、自分は最も愚かなもの、自分があるという我のこの固執ではなくて、自分を解放する、すなわち無条件に頭を垂れる。しかもそれは一郎さん自身がお説教のところで聞いたもの、それを納得していく。どんぐりと山猫など賢治の童話の原点には、法華経に数多く登場する例え話があると北川さんは考えています。その一つが薬草喩品です。この世界中には山や川や渓谷があり、その大地に生い茂っている草や木や林、もろもろの薬草は皆それぞれ種類も違えば、名前も色も形も異なっています。その世界のすべてを幾重にも重なった厚い雲が覆い尽くし、同時に雨を等しく大地にもたらすのです。仏の教えもまた同じです。常に一切すべてのために平等に法を説きます。ただ一人のためにするのと全く同じように、多くの人々にも説いているのです。みんな生命は同じ大地にあるということを知りなさい。そしてそこに追うものはみんな平等なんだと。この世界にあるすべてのものに平等にこの雨を降り注ぐと、こうおっしゃっている。差別なくみんなに潤いを与えていきますよ。あの薬草喩品の仏様の見方と、賢治さんがこうやってそのように見えるでしょうと言ってくださっている賢治さんの眼に、やはり慈悲といいますかね、そんなことを強く感じて、一人一人が促されて自覚して、そしてこの大切なものへ近づいていくことを目指すという時に、日常のまさにこう風の響き、あるいは雲の行き来、あるいは小鳥たちや、あるいは木の実や草の実、そういったものが童話という形に結びついたんではないかと。